はいどうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。ということでですね、頑張っていきたいんですけれども、僕最近なりたいものがあるんですよね。何になりたいの？僕メロンになりたいんです。メロンになれるもんじゃないだろ。メロン無理だよ。そんなさ、人がなりたいって思ってる夢を否定するなよ。だってもしさ、目をチラチラさせた子供が僕メロンになりたいんだって言ったら、そうやって否定するんですか？そんなさ、だって頑張ってなれるもんじゃないだろメロンって。ちなみになんでお前そんなメロンになりたいわけ？メロンを食べたら人は笑顔になるじゃないですか。僕は一人でも多くの人を笑顔にしたいんです。人を笑顔にしたいんだったら今こうやって漫才やってるからさ、こうやって漫才をもっと上手くなって芸人として人を喜ばせて笑顔にするっていうのでいいじゃん。そしたら頑張ろうぜ。確かに漫才でも見た人を笑顔にできます。でもそれって大体この日本に住んでる人間限定じゃないですか。メロンだったらそれを食べたゾウさんだって笑顔にできるんですよ。お前ゾウさんも笑顔にしたかったのか。めちゃくちゃ優しいじゃん。まあでもね、もうほんと残念なんだけど、メロンっていうのは人間がなるのにはなかなかもう不可能なものなんだよ。わかりましたよ。もうそんな言うならメロンは諦めます。でももう一つだけどうしてもなりたいものがあるんで、そっち目指させてください。そうか、わかってくれたか。でちなみにそのもう一つのなりたいものっていうのは何なの？はい、僕メロンは諦めてスイカになります。いやスイカも無理だよ、もういいわ。どうもありがとうございました。